はい、どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、甘栗旬です。旬です。はい、ちょっとね、動画投稿ずいぶんちょっと4日も5日もずっと空いちゃって申し訳ございません。まあ理由としては、その何個か前の動画でちょっと自分うつ病なんじゃないかなみたいなやつでちょっと具合悪いなっていうところから始まってるんですけども、ちょっとね、まだね、ずっと続いておりまして、まあなかなか大変だなと思いまして、まあ、なんとかかんとかやってますって感じですね。なんかその後に壁打ち、野球の壁打ち動画出したじゃないですか。あの前の日とかですかね、あの動画上げる前の日、超具合悪くて、もう一日中具合悪くて、なんかもうダメだとか、なんか辛いよみたいな、なんかもううつ病の最大級のやばい時みたいななって、もうこれじゃあかんと思って、あの壁打ちの動画したんですけど、まあ、あれやってよかったなと思って、あれちょっとやんなかったら本当に壊れてたかもしれないと思って、なんかその壁打ち、野球の壁打ち動画の前の日がその感じでって、うわつれー、うわーもうあかんわみたいな、なんか自分責めるじゃないけど、あとなんかうわだるい疲れるみたいな、でなんか心の中のこうなんかドヨーンとした感じって言うんですかね、なんかそれがもうちょっとマックスみたいな感じまでいってて、なんかもう本当やばかったんですけど、まあ、あの野球の壁打ちとかちょっと歩ってみたり走ったりしたおかげで、少しその一番最悪の状態からちょっとこう立て直した感じだなって自分でも思ってるんですけど、いやー本当に誰でも起こり得ることなんでね、本当に気をつけていただきたいなと思います。皆さんもね、お仕事お疲れ様でございます。体のだるさがずっと抜けない、体のモヤモヤがすごいみたいな、でなんか感情もあまり出ないというか、なんというか、なんか前みたいにね、おふざけの動画撮ったりとかしたいんですけど、なんか気力が湧かないっていうんですかね、なんかもう仕事だけで精一杯みたいな。いけませんね、本当に。俺もちょっとね、なんか新しい刺激を求めてね、なんか運動を習慣化するとかね、いろいろちょっと楽しみ増やすとかしてね、あと友達作るとかね、いろいろね試行錯誤してね、この何とも言えない状態をね直したいと思います。ちょっと今健康保険の申請中でまだ来ないんですけど、健康保険証来たら早く病院行きたいと思います。ご心配おかけして申し訳ございません、また元気になったらね、動画ガンガン出していきたいと思いますので、その時は応援よろしくお願いします。バイバイ。